シグ・サウアー・プロ、シグ・ザウエル・プロ、シグ・ザウアー・ザウエル・プロは、シグ・サウアー・ザウエル社が開発の拳銃 SP2009SP2022SP2340 の総称である。別名、プロシリーズ。また、当初の名称であった、シグ・プロとも呼ばれる。以下、シグ・プロと呼称する。シグ・プロシリーズの始まりは1998年に発表された。 sp2340 である。そして、1999年には sp2340 の 9x19mm パラベラ無断仕様の sp2009 が発表され、2004年には現行型とも言える sp2022 が発表された。最大の特徴は材質の変更であり、同社製の p226 シリーズ、p226 と、 小型版である P228 のことの材質を、グロック17のように最近の拳銃では、当たり前となっているポリマー、プラスチックフレームしたものとみなして良い。また、レーザーポインターやフラッシュライトを装着するためのアンダーレールが元からあり、グリップの交換も容易になるなど、P226、P228 と比べ機構も進化している。 気候の詳細は後日のバリエーションの欄で、それぞれ記載する。SP2009 と SP2340 は生産終了。現在は SP2022 のみの生産となっている。詳細は後述するが、当初シグプロシリーズは、アメリカ合衆国市場をターゲットとしているため、アメリカでは M1911 のよう、マンストッピングパワーと呼ばれる考えが定着している。 当初 9mm 弾はラインナップしない方針であった。なお、プラスチックポリマー製の拳銃といえば、一般的に安価で軽量というのが一般的であるが、このシリーズでは現行型の SP2022 でも、重く、サイズ的に近いアルミフレームの P228 より、重く、P229 より、約 25g しか軽くない。この点に不満があるものも多い。 この問題を解消したのが P250 である。これは、携帯性よりも、軽量化によって起こる射撃時の反動増加を抑える、点に重き多いからである。ポリマーフレームの銃の特性から、重心が上にあるためリコイルが強くなってしまう。対策として、スライドを厚くすることでの重量増と、リコイルスプリングの強力化によるスライド対スピードの低減を図られている。シグプロは、 40S&W 弾と357主具弾の使用に最適化された設計のため 9X19mm パラベラム弾を使用する設計の銃と比べた場合にはオーバーサイズだと思われるかもしれない特にグリップの太しスライドの厚さ重量などしかし逆に言えば 9mm パラベラム弾には余裕のある設計といえ 射撃時におけるコントロールをしやすくなっているともとれる。シグサウアー社はコンシールド性に優れないこの銃を成熟した紅用拳銃として開発したようだ。一般的な価格はライバル銃とされるグロックよりも随分高く H&K アスクやワルサー P99 よりも高価である。他社製の金属フレームオートとそう変わらない価格であるが、 自社製品のアルミフレームオートの p 二百二十六や p 二百二十八などよりはかなり安くなっている。九百九十八年に発表されたシグプロシリーズの始祖とも言えるのがこの s p 二千三百四十である。この s p 二千三百四十は一般的な拳銃としては珍しく四十 s w 弾及び三百五十七シグ弾の二種類の弾薬のみの バリエーションであり、QX19mm パラベラ無断が設定されていない。機構としての特徴は、スライドストップがグリップフレームの後部に移設されていることである。また、シグサウアー P226 シリーズはディスアッセンブリーレバーによる簡単な分解ができたが、シグプロシリーズでは、M1911 やブローニングと同じクラシカルなスライドストップを引き抜いて、 スライドとフレームを分解する方式になっている。これはコストダウンの結果である。レバーの大型化により操作性の向上がなされているのも特徴である。1999年に発表された SP2340 の QX19mm パラベラム弾対応バージョンが SP2009 である。基本的に s p 三百四十のートル弾仕様と いうことで大きくは変わらないが、トリガーを 9mm 弾が使いやすい仕様にしていることと、マニュアルセーフティが追加されているモデルが存在した。2004年に蒸気2機種のマイナーチェンジモデルとして誕生した、現行型が SP2022 である。フランス内務省管轄の法執行機関、国家警察、税関などに正式採用された。また、2005年に、 アメリカ陸軍、タカム、タンク、オートモーティブアーミーメンツコマンドの採用により5000兆が納入され、2009年にはアメリカ政府と最大60万兆もの購入契約が結ばれた。フランス内務省が行った新しい、正式オートマチック拳銃採用のためのテストレース、2万発、耐久射撃、泥や落下テストなどを勝ち抜いた SP2009 は、 25万兆の採用を決定した、フランス側の要請にり数多くの変更がなされた。これが SP2022 である。また、この方からは、今までのシグプロの名称は消えている。この現行型での最大の特徴としては、まず先日したアンダーレールであるが、このアンダーレールはもともと同社の独自規格であるため、既存のアクセサリー、一般的なライトレーザーサイトなど、 取り付けられないといった問題点があった。そこで、より汎用性の高いピカティニーレールを装備している。また、エキストラクター、空薬鏡を排査やさせるためのパーツが内蔵式であるため、チャンバーに装填されているかが瞬時に確認機内いという欠点があったが、これもローディングインジケーターと呼ばれるものを取り付けて解決している。これは、スライドの上部のイジェクションポートの後ろに、 三角の部品が飛び出していれば装填されているとわかるものであり、暗所に置いても手で触って確認することができる。他の改良点は以下の通り。さらにマイナーチェンジということもあり、後継バリエーションも3つ揃ってラインナップされるようになった。現行モデルはグリップが P250 や P226E2 に準拠したデザインのものに変更されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。